私のことが見えてる。本当に私かしら。はいどうも、テケテケです。はい、とつで、MR アバター卑弥呼ガチャ実装されましたが、ちょっと説明文のストーリー読みましたが、普段の生活に重圧を感じて、鏡に話しかけてみたら、まさかの返事があったと。重圧から逃れたいなら、鏡の中に入ってみたらどうかと誘われて、おそらく気を失ってるところからの、目が覚めたっていうような感じなんでしょうかね。まだ半分夢の中にいるような、そんなワンシーンをカットしたのが、今回の卑弥呼の立ち絵なのかなと。ペットちゃんはまだ寝てますね。はい、ということで、全く今戦える状況じゃありませんが、仕事してるのは鏡だけと。はい、ことで、卑弥呼 MR アバ化してどうなったか、スキル見ていきますか。はい、卑弥呼スキル1見ていく前に、まずはパッシブの3の混雑状態が全ての攻撃の基盤になっているので、ここから解説していく必要があるんですが、はい、ちょっとパッシブの名前、鬼神の道から心のおさわりに変わっちゃいましたね。もう今まで死亡時反撃のことなんかを鬼神の道っていう風な呼び方をさせてもらってたんですけど、だいぶ印象変わりますね。はい、これからはおさわりと呼ばせてもらいます。さあ、そのおさわりの効果ですが、混雑が出陣時から4ターンつくことで HP 吸収 20% ×混雑のターン数と攻撃力が 30% ×4 ターン、出陣したその瞬間 HP 吸収が 80%、 攻撃力は 120% 増加と、つまり 2.2 倍の状態でスキルを打っていくことができるキャラクターになってます。はい、もうこの時点でだいぶ強く、はい、火力 &HP 吸収のお化けになってるのが卑弥呼なんですが、はい、でさらにこの混雑に関しては、場内の敵味方関係なく副将が1体撃破されるごとに混雑のターン数が1ターンずつ増加していって、最大で10ターンの混雑まで作ることができるということで、もし10ターンの混雑を作ることができれば HP 吸収はなんと 200%で、攻撃力は 300% プラスと、はい、4倍の攻撃力になるということで、これを乗せたスキル1、スキル2の火力が、この後説明しますが、だいぶやばいことになるんですが、はい、まずはその前に、このパッシブの3の一番の特徴である、卑弥呼が撃破された時、相手に卑弥呼の攻撃力 150% のダメージをカウンターでぶつけるというような、はい、死亡時カウンター機能が卑弥呼はついてるんですが、MR アバ化したことで、さらに知力値 ×24 倍の防御無視攻撃も乗っかるようになったということで、はい、この動きに関しては、実は今日この動画の1個前に、この卑弥呼の死亡時反撃の挙動に関する様々なキャラクターとの相性ですね。はい、約9分ぐらいの動画で、例えば大谷氏のサイレなんかのダメージカット機能を無視して殴ることができるかとか、神髄共鳴スキルでダメージカットできるかとか、そういった組み合わせを全部調べた映像を1本アップしているので、より詳しく卑弥呼のことを知りたければ、まずは1個前の卑弥呼のこの死亡時反撃の挙動、大体のパターンが網羅されているので、はい、そちらを見てみてください。で、今回はその上で、その中で特に重要な部分にだけ触れていきますが、はい、なんといってもまずは1つ残念なところとして、現 MR 環境で、当然のようにキャラクターが実装している神髄共鳴スキルによるダメージカット機能によって、この卑弥呼の死亡時反撃の防御無視攻撃っていうのはダメージカットされてしまうということが1個前の動画で明らかになってます。例えばアウグスとか大谷氏といった攻撃力ベース防御無視攻撃を自分の防御力を使って割合カットできるキャラクターには、この卑弥呼の死亡時反撃の 150% の攻撃力ベース防御無視攻撃っていうのはだいぶカットされてしまうと。もともと UR 戦の時からそういった弱点が卑弥呼にはあったので、それもあって最近では皇室上位の方のプレイヤーたちの中では徐々に卑弥呼っていうキャラクターを使うプレイヤーが減ってきているんですが、今回 MR アバ化したことで攻撃力 150% のダメージ防御無視攻撃の他に知力値 ×24 倍の防御無視攻撃が加わりました。はい、これによって攻撃力ベース防御無視攻撃は割合カットできる大谷氏とかアウグスなんかも、知力値ベース防御無視攻撃の方はカットできないので、こっちのダメージをもろにぶつけることができるようになったと、いうところにテコ入れが入り、ほぼ死にかけていた鬼神の道が少しだけ息を吹き返したような形になりますね。ただ後でグラフで比較しますが、この知力値ベース防御無視攻撃自体の威力としては、そこまでべらぼうに強いものではなく、耐久できる範囲内の火力になっているので、卑弥呼の昔みたいなスーパーオーバーキル攻撃っていうのは MR 環境だとなかなか難しくなってしまいますね。特にこういうヨーヨキとか、あとはリコーっていうキャラクターなんかが攻撃力ベース防御無視攻撃は割合カットして、で知力値ベース防御無視攻撃は固定値カットすることができるので、ダブルでダメージをカットされてしまうと。ただ卑弥呼の鬼神の道に関しては24倍を一発でぶつけてくるので、連撃じゃない分、そこまで知力値ベース防御無視攻撃の方は弱らせることができないって意味で、知力値カットの方はそこまで機能しないかもしれませんが、はい、攻撃力ベース防御無視攻撃と知力値ベース防御無視攻撃をダブルでカットするような弓将キャラクターには少しおさわりダメージぶつけづらいのかなと。でさらに弓将キャラクター、この月系の聖護バフ、おぼろ月とか朝月とか、そういった聖護バフつけるんですが、はい、このおぼろ月とか薄月とかっていうのは、敏捷値×運倍の知力値ベース防御無視攻撃のダメージカット機能があり、1個前の動画でこういった成功バフの中でも固定値系ダメージカット機能の成功バフに関しては卑弥呼のお触りダメージをカットできてしまうことが分かっているので、さらにおぼろ月なんかで 2.5 倍の知力値ダメージカットをされてしまうと合計で 4.5 倍分カットされてしまうっていうような感じで徐々にダメージを減らされていってしまうので、はい、逆に卑弥呼の方は例えばこの知力値をアップするためにかぐや姫の生後奮起だったり、あとは生後暴走をつけてくれるキャラクターの装飾だったり、はい、あと生後幸運なんかでも知力値をアップさせることができるので、そういったキャラクターに知力値アップなんかをしてもらえれば、鬼神の道の死亡時反撃の威力、知力値ベース防御無視攻撃の部分、威力を上乗せできるってことも分かっているので、生後奮起、生後暴走、生後幸運キャラクターなんかと組みたいとこですね。はい、詳しくは1個前の死亡時反撃周りの特殊な動きまとめた動画アップしてますので、そちらを参考にしてみてください。とりあえず覚えておいてほしいのは、強烈な死亡時防御無視反撃ができるのと、混雑のせいで攻撃力と HP 吸収がものすごい量上がっているというとこだけ押さえてもらって、はい、スキル1から見ていきますか。はい、スキル1がランダムな敵に 600% の6回攻撃なんで合計 3600% のダメージを出していくことができるんですが、はい、敵の HP が 50% より高い場合 100% の確率で2ターン罪悪箱をつけることができるということで、卑弥呼を MR 暴かして箱をばらまきキャラクターだったのが罪悪箱をばらまけるようになりました。で、罪悪箱の効果としては敵の防御力を 80% 減少させて、なおかつ受けるダメージを 10% 増加することができるということで、罪悪箱をつければだいぶダメージを乗せていくことができると。で、さらに罪悪箱状態のキャラクターが敵から攻撃を命中させられてしまうたびに受けるダメージが追加で 5% ずつどんどん増加していくので、これは狩野英徳ちゃんの時に調査済みですが、初撃まず受けた瞬間からもう 10% ダメージ増加は火力に乗っかっており、そこから一発受けるごとに 5% ずつ増加していくので、合計で19回破壊状態のキャラクターが敵からダメージを受けると、この最大 90% 受けるダメージ増加のところまでいって、90+10 で 100% のダメージ増加まで最終的には行くと、はい、つまり最終的には受けるダメージが2倍になってしまうというような、なかなか恐ろしい敵の耐久ダウンができるデバフが罪悪破壊になっているんですが、ちょっと残念なことが2つあって、この罪悪破壊の不要条件が敵の HP が 50% より高くないとつけられないっていうところ、50% 以下だったらつけられず、なおかつ卑弥呼パッシブで状態性無視がないので、状態性が高い相手には罪悪破壊がつけづらいっていうところですね。ただ罪悪破壊をもしつけられた場合には結構強力で、卑弥呼 600% の6回攻撃なんで基本的には 3600% しかダメージ出ないんですが、罪悪破壊がつけば初撃から 10% の受けるダメージの増加で、さらにそのまま連撃で同じ相手を殴っていった場合には 5% ずつ火力がアップしていくので、はい、こんな感じで一発目 600% に 10% 乗っかって 660% からどんどん受けるダメージが1発2発3発と伸びていって、最終的に6発全弾罪悪破壊キャラクターを殴った場合には合計 4410% のダメージまで伸びると。で、これだけだとまだそんなに強くないんですが、先ほど説明した混雑による攻撃力混雑の単数 ×30% 増加の機能があるので、はい、これもしスキル1を打つタイミングで卑弥呼が場に出ている状態で敵の周りの弱い子たちなんかが撃破されて退場していけば、混雑単数がどんどん上がっていって混雑10ターンとかになっていれば、今の 4410% っていう火力が4倍されて、はい、なんと 17640% の火力になるんですね。はい、卑弥呼割と実は開幕前衛後列置きなんていうのがパッシブさんの死亡時反撃があるおかげで、罠として仕掛けておくっていう意味でやりやすく、割とこの開幕の下の方に卑弥呼を置いてるっていう人を見かけたりするんですが、そうすると卑弥呼がスキル1を打つまでの間に結構弱い子なんかが落ちていって、卑弥呼がスキル1を迎える時には混雑10ターンから始められるなんていう場面もあって、意外とこの 17640% のダメージパーセント実現は不可能ではないというようなキャラクターになってます。もちろんそれまでにやられてしまう可能性はあるんですが、それはそれで混雑による死亡時反撃なんかでその倒してきた相手の純視力や視力なんかに対して大ダメージを返すことができる可能性があるというところで、前衛を期しても完全に腐らないっていうところが卑弥呼の持ち味だったりします。はい、で、さらに卑弥呼今回 MR 暴化したことで会心値がレベル ×400 増加したってことでクリティカルが出やすくなったんですね。なんで特にレベル差なんかでちょっとでも勝っていればだいぶクリティカルが出しやすくなり、はい、もしクリティカルも乗った場合には2万% を超える火力が出せ、はい、こちらスキル1の全てのコンボがうまく噛み合った場合のロマン砲火力のダメージパーセントなんですが、今までダントツトップは呂布ちゃんで 46000% ぐらい最大でダメージパーセントが出せたんですが、はい、なんと今回第2位が卑弥呼の 26460% ってことで、混雑10ターンでなおかつクリティカル連撃が成功した場合にはなんとスキル1の初速からこのダメージパーセントが出せるということで、3位以下を大きく突き放しての第2位というような成績を収めました。はい、呂布ちゃんとはそれでもだいぶ差がありますが、卑弥呼の場合この火力を出す時っていうのは敵に罪悪破壊がついてる時なんで敵の耐久力が大きく落ちており、正直呂布ちゃんより火力出るんじゃないかなと。で、しかも帽子の砲術攻撃だし、はい、私は思ってます。うまくコンボが決まれば呂布ちゃん以上の殺傷力があるスキル1を出せるというのが私の見解ですね。ただコンボを決めるのが難しいというところで、頑張って卑弥呼をスキル1まで生存させておかなければいけないんですが、そういう面で見ると呂布ちゃんみたいな応援で出しても高高いダメージパーセントが割と手軽に作れちゃうキャラクターの方が使い勝手はいいかもしれませんが、卑弥呼の場合もそこまでダメージパーセント伸びきらなかったとしても、砲術攻撃っていうだけで対策してない人結構いたりするんで、破甲がつけれるだけでなく、攻撃を受ける側の装備不足によって勝手に耐久力落ちてくれてたりするんで、ダブルでダメージ通しやすいって意味で、実質ナンバーワンのスキル1出せるキャラクターなんじゃないかなと私は思ってます。あくまでダメージパーセントの部門においては、ただ実運用的にはスキル1に関しては帽子の狩野永徳ちゃんの方が、同じく6回攻撃で 680% の6回攻撃、卑弥呼より若干強く、さらに知力値ベース防御無視攻撃が乗っけられて、でさらに罪悪破甲と罪悪十字まで乗せてダメージを出していけるので、さらに敵の状態性無視も 65% 狩野ちゃんはつくので、実運用上安定して火力を高く出せるのは狩野ちゃんの方かなっていうところで、ここら辺やっぱり狩野ちゃん優秀ですね。卑弥呼に関してはもうだいぶロマンが含まれてる火力かなっていうところで、ちょっとコンボ作るの難しいですが、作り上げた時の威力は絶大だと、おそらく狩野ちゃんのスキル1を越していくような威力になると思うので、ダメージパーセントなんかは狩野ちゃん数千パーしか出せないんで、圧倒的に卑弥呼の方が上になるっていうことで、そういった攻め方を欲してる人は検討してみてもいいかもしれませんね。狩野ちゃんの方が立ち回り多分上手ですが、完全に上位互換ではないっていうところは覚えておいてください。でスキル1に関しては、さらに敵が破甲状態でない場合には自身の攻撃力 40% の防御無視攻撃が加算されますよということで、ここもちょっと残念だったんですが、破甲状態だった場合にはこの攻撃力ベース防御無視攻撃出すことができないんですね。これは昨日の更新情報の時に心配していた破甲プラス攻撃力ベース防御無視攻撃ではなくて、破甲または攻撃力ベース防御無視攻撃というような関係になってしまって、下手したらスキル1は防御無視攻撃が全くできないっていうような可能性があるということで、この部分が本当に残念ですが、一応状態性が高い相手なんかには攻撃力ベース防御無視攻撃連撃で出していくことができるので、どのぐらいの火力になるか他のキャラクターと比較していきましょう。そうするとスキル1で敵短期に対して攻撃力ベース防御無視攻撃ができるキャラクター、これだけたくさんいるんですが、縦軸がその攻撃力ベース防御無視倍率にとった場合に、赤い山が全てのコンボがうまく噛み合った場合のロマン砲火力、黄色い山が平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の火力、緑色の山が平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の火力で、最後青い山が全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の火力と、なっており、今回の卑弥呼まず赤い山でそうとし直した場合、スキル1の順位としては、第8位になりますね。これ赤い山なんで混雑が10ターンある場合でこの1位ということで、四つ葉なんかの最大火力に若干負けると。でもちろん今有名な大谷氏だったりアウグスなんかにも大きく負けるような形になります。ちなみに卑弥呼パッシブの3のおさわりの方でも攻撃力ベース防御無視攻撃やっていきますが、昔はこの死亡時攻撃力ベース防御無視反撃だいぶ強かったんですが、現環境ではだいぶ火力のインフレが進んでおり、実はこのパッシブ3のおさわりの防御無視攻撃っていうのは火力規模でいうとそこまでバカでかいような火力を出せる防御無視攻撃ではなくなってしまったんですね。最強だった頃が懐かしいなっていうぐらい、今は位置づけとしてはパッシブの3のおさわり攻撃力ベース防御無視攻撃威力としては落ちてしまいました。ただとは言っても生後援護だとかサイレとか生後残影なんかのダメージカット機能で一切ダメージカットをすることができないって意味で、ダメージの通しやすさは全キャラナンバーワンの攻撃力ベース防御無視攻撃になるので、あとは神髄共鳴スキルによるカット機能が固定値のキャラクターなんか相手であれば、おそらく最強のダメージを出すことができるのがこの卑弥呼のパッシブさんになるんで、パッシブさんに関しては火力の高さというよりはそのダメージの通しやすさの部分が一番の押しどころになりますね。ということで卑弥呼の攻撃力ベース防御無視攻撃に関してはどちらもなかなか強いと言ってしまって OK だと思います。黄色い山でそうとし直してみるとこんな感じ、スキル1の火力なかなかですね。緑の山でそうとするとこんな感じ、開幕から4ターンの混雑状態で火力ブーストついてるんで、低く触れた場合もだいぶ強いんですね卑弥呼は。で最後全てのコンボが噛み合わなかった場合の青い山でそうとしたらスキル1が 0% になっちゃいますね。敵に箱をつけちゃった場合にはそもそも攻撃力ベース防御無視攻撃が打てなくなってしまうということで、卑弥呼はこの部分が MR アバカで期待してた分残念でしたね。もし攻撃力ベース防御無視攻撃と罪悪箱をブレンドして殴れるキャラクターだったら、火力的には帽子ナンバーワン間違いなく言えたんですが、混ぜてくれませんでしたね運営さん。ただこのぐらいでも十分スキル1は火力としては通用するレベルだとは思います。そしてスキル2は敵6名に 800% の砲術攻撃と知力値 ×8 倍の防御無視攻撃を行っていくことができると。でさらに敵が破甲状態だった場合にはダメージが倍になるってことで 1600% のダメージパーセントと知力値 ×16 倍の防御無視攻撃が出せるっていうような範囲攻撃になるんですが、これだけだと正直平凡すぎる範囲攻撃キャラクターになります。うまくスキル1で破甲がばらまけて、なおかつ破甲状態の敵が19回攻撃を受けていれば受けるダメージ2倍になるので、そうなれば 3200% のダメージと知力値 ×32 倍の防御無視ダメージをぶつけられてまずまず強くなるんですが、現実問題スキル1打ってからスキル2までの間に罪悪破甲のキャラクターが19発も攻撃を受けるってことはなかなかないので難しいのと、そもそもこのスキル1の罪悪破甲がランダム攻撃になるので敵陣全体にばらまくのが相当難しく、現環境では特にハンニバルなんていうキャラクターが整合長老で攻撃を引きつけてしまうので、ハンニバルにだけ罪悪破壊がついてスキル2の範囲攻撃をする際のダメージ倍がぶつけられるのはハンニバルのみというようなことにかなりなりがちなのかなというところで、範囲攻撃の機能としてはダメージ倍の条件が限定的っていうところがコンボ成立難易度としては高く、ここがかなりきついですね。いや、この厳しい条件つけるならダメージせめて3倍とかにしてほしかったですね。はい、ただこのスキル2に関してもパッシブ3の混雑状態によってこの平凡なスキル2の範囲攻撃でも無理やり火力を底上げすることは可能で、もし混雑10ターンでなおかつ800% の範囲攻撃で敵が破壊状態でダメージ倍になって1600%、なおかつその破壊状態のキャラクター、例えばハンニバルなんかに破壊がついていれば19回分攻撃受ける可能性はハンニバルなら十分にあるんで、スキル2までに19回分ハンニバルがダメージ受けてて、さらに倍のダメージが出るようになってれば800が1600になって、それが3200%のダメージパーセントまで伸びており、そこからさらに混雑による攻撃力アップが乗っかれば、例えば混雑10ターンになっていれば4倍になるんで、はい、3200% だったのが一気に 12800% の攻撃になるということで、まるで短期に対するダメージパーセントのような威力まで実は混雑と絡めれば伸ばしていくことが可能なんですね。はい、もちろんここにクリティカルも乗れば、はい、さらに 1.5 倍されて 19200% の6名攻撃になるっていうことで、はい、こちらにおいても一応理論上は全キャラクターナンバーワンの2万%近い範囲攻撃ができるキャラクターってことで、他の追随を許さないダメージパーセントを出せるんですが、実際にはそのダメージパーセントを6名に作るためには罪悪破壊を敵6名にしっかりばらまいた上で、その罪悪破壊状態の6名に対して19発ずつしっかり攻撃をヒットさせないといけないってことで、無理ゲーなんで実運用上は罪悪破壊の受けるダメージ2倍っていうのはほぼ成立しないと思ってもらって OK で、そうなると威力としてはクリティカルも乗らなかったとしてだいたい 6400% ぐらいの6名攻撃で、クリティカルも乗れば 9000%、1万% 近いダメージになるかなっていうことで、まずまずのダメージパーセントキャラクターかなといったところでしょうか。はい、で知力値ベース防御無視攻撃の方も火力としては範囲攻撃ということもあってあまり伸びず、はい、ステータスベース防御無視攻撃ができるキャラクターを横軸にこういう風に並べていくと、卑弥呼の位置としては、はい、スキルにこの位置、一応パッシブの死亡時反撃でも知力値ベース防御無視攻撃出せますが、位置としてはこの位置というところで、だいぶ低い位置に属していることがわかると思います。敵短期に対しては火力出していくことはできませんね。じゃあ敵短期ではなくて敵範囲に対する威力としてはどの位置かっていうと、赤い山でそうとした場合の卑弥呼のスキル2の位置がこの位置、第12というまずまずの位置づけで、パッシブ3の方は1体にしかやっていかないので位置としてはだいぶ下ですね。はい、鬼神の道の死亡時反撃の知力値ベース防御無視攻撃の威力がそんなに強くないっていうのがちょっと残念なところですね。はい、黄色い山でそうとするとやや下に落ちてこの位置、はい、緑の山でそうとし直してみてもこの位置、最後青い山でそうとし直してみてもこの位置ということで、卑弥呼のスキル2の知力値ベース防御無視攻撃の威力に関しては赤い山出せれば火力伸びますが、それ以外の平常時においては、そこまで目立った範囲に対する知力値ベース防御無視攻撃ができないってことで、ダメージパーセントにおいても知力値ベース防御無視攻撃に関しても今の MR 環境のインフレの波の中といったようなイメージになりますね。はい、ただこの次が卑弥呼の大きく違う部分なんですが、毎回攻撃前敵の HP が 50% より高い場合 100% の確率で敵の緑バフと整合状態青バフをそれぞれ1つずつ解除することが可能と、はい、いうことで、卑弥呼虹の時はバフしか剥がせなかったんですが、はい、MR 化して整合バフも剥がせるようになりました。ただこれに関してもやはり HP が 50% より高くないといけないっていう条件付きな部分は残ってしまって、必ず発動してくれないっていう不安定さ、特に復活なんかで戻ってきて HP 低い状態で生後援護とか生後残影とかで踏ん張ってるキャラクターには生後バフを剥がしにいけないっていうところが、スキル挙動としてはせっかくの MR 化なんですが残念なとこですね。はい、ちなみに証拠映像が切磋の履歴流れて消えちゃいましたが、スキル2のバフ剥がしは攻撃をミスったとしても剥がすことができることは確認済みです。はい、スキル2で敵範囲に対して生後バフを剥がすことができるキャラクター、はい、現状大凶小凶と座敷わらしっていうキャラクターがライバルとしていますが、この2人と比べたらスキル2の火力としては圧倒的に卑弥呼が高く、卑弥呼の特徴としては、条件はあるもののうまく範囲に対するバフ剥がしに成功すれば、それができるキャラクターの中では最強のダメージパーセント、そして防御無視攻撃ができるキャラクターっていうような個性のキャラクターになってます。はい、ただこれはスキル1見に行けば水鏡先生が6名に対して同じく生後解除を狙いに行くことができて、あと4名ですが甲州藩とか源広政ちゃんなんかがスキル1で範囲に対するバフ剥がしができますが、はい、甲州藩も源広政ちゃんもこのバフ剥がし機能をやっていくスキル1ではステータスベース防御無視攻撃はやっていかないので、バフを剥がしながらさらにステータスベース防御無視攻撃も火力に乗せてくるキャラクターは水鏡先生がライバルになってくるかなっていうところで、はい、再びステータスベース防御無視攻撃のグラフ見直してみると、卑弥呼のスキル2の知力値ベース防御無視攻撃のランキングがこの1で、水鏡先生のスキル1がこの1と卑弥呼の方が実は上になってるんですね。はい、ただ黄色い山でそうとし直してみると水鏡先生が圧倒的に上に行き、はい、緑色の山でも水鏡先生の方が上で、青い山の場合は水鏡先生知力値ベース防御無視攻撃出せない場合もあるので、卑弥呼が勝つという形で、まあ、平常運転の範囲っていう意味では水鏡先生の方が安定して高い知力値ベース防御無視攻撃が出せると、はい、ただ水鏡先生の場合はバフを剥がすためにはクリティカルを出さなければいけないっていう条件と、あと剥がせたとしても生後バフか緑バフかのどちらか一つしか剥がせないので、緑バフなんかをたくさん積んでいけば本命の青バフの方は守ることができたりと、まあ、対策しやすくなってしまっているっていうところがネックになっており、まあ、卑弥呼のスキルには緑バフと青バフそれぞれ一つずつ解除できるので、はい、バフ剥がしの有能性は卑弥呼の方が上かなというところで、まあ総合的に見て水鏡先生のスキル1より卑弥呼のスキル2の方が条件付きで使いづらいですが、これでもまだ使いやすさ勝ってるかなっていうような印象ですかね。なんとも言えませんが、まあ、ただ表で比較したように実は6名に対するバフ剥がしができて火力もある程度あるキャラクターっていうのは卑弥呼か水鏡先生しかいないっていう現環境の中では、実はこのバフ剥がし範囲攻撃に関しては少し尖っていると、今の MR 環境の中でもあまりできるキャラクターが少ないムーブになってます。まあ、ただこれに関してもやっぱり普通に考えたら座敷わらしとか大凶諸凶みたいな範囲に対する生後バフ剥がしができるキャラクターでサポートキャラクターなんかに任せてしまえばこと足りてしまうので、まあ、多くの人がそっちの方の採用をするかなっていうふうに考えると、まあ、卑弥呼の方はどちらかというと火力の方をゴリゴリに上げてもらった方が嬉しかったなっていうような印象ですかね。残念なところが多いですが、まあ、他のキャラクターたちと比較するとそこまで悪い位置にはいないっていうことはわかると思います。はい、ということで最後に卑弥呼と、まあ、今有名なキャラクターたちを対マン勝負させた場合どうなるか、大体同じぐらいの戦力で戦ってみてどうなっていったかざっと見ていきましょう。はい、まずは大屋氏との戦い。一撃で落とされて、で卑弥呼の死亡時の鬼神の道なんかは大谷氏の致死ダメージ無視で最大半分消化してダメージカットされてしまうっていうような、はい、感じになりました。これもちろん大谷氏がすでに最大状態になってれば最大状態のダメージカットは無視してダメージぶつけることができるので、まあ、使いどころによっては大谷氏に最後の一撃をぶつけられる可能性はありますが、まあ、大谷氏攻撃力ベース防御無視攻撃割合カットしてくるんで、はい、完全なる対策キャラクターには卑弥呼はなりきれませんでした。さあアーグスとの戦い、はい、大谷氏と違って一撃ではありませんが2発目でやられて、はい、鬼神の道返していきますが復活で戻ってきてっていうような感じでしょうか。これも同じく復活後の生後援護で 50% ぐらいの HP のアーグスであれば鬼神の道で生後援護をすり抜けてダメージぶつけられるので落とせる可能性はありますね。さあその他には同格の陽線で殴っていきますが、陽線のスキル1、はい、陽線人技化してないので攻撃力ベース防御無視攻撃が乗っからず、そこまで火力が出ないうちにスキル1返されて、はい、陽線をここで人技化まで持っていって、はい、逆に陽線のスキル2で人技化そして生後牽制化してるので、まあ、スキル2の火力がべらぼうに上がってスキル2の方で、はい、連撃で落とされてしまいました。はい、ただその時陽線に与えたダメージは3964万と、まあ、だいぶでかいダメージをぶつけているので、まあ、陽線なんかにうまくの大ダメージをぶつければもしかしたら陽線が整合牽制とか人技状態に HP がある程度減った状態になった時になるっていうのをすっ飛ばして一撃で倒すなんていうことも狙っていくことができる可能性はありますね。さあそして陽勇気との戦い、スキル1は耐えて、はい、逆にこちらのスキル1で陽勇気を落として、はい、生後残影の状態で陽勇気が戻ってきて陽勇気のスキル2連撃で、はい、卑弥呼を落として卑弥呼の鬼神の道、はい、おさわりですね、はい、おさわりで相打ち状態になりました。はい、お次はリコーとの戦いですが、リコースキル1で HP1 だけ残して死なないという大きな利点があるので、はい、このスキル1で、はい、リコを殴っていって鬼神の道ダメージ数千万返していきますが、はい、そもそも死亡させるとこまで届きませんでしたね。まあ、リコーダメージ反射耐性なんかもあるんで HP 潤沢に残したまま落としきって鬼神の道攻撃も神髄共鳴スキルで攻撃力と知力値の防御無視攻撃はカットできるんで、まあ、それも合わせてカットしきるという感じで、はい、卑弥呼の大きな天敵としてこのリコーが挙げられますね。さあその他にはハンニバルなんかとの戦いですが、もう生後援護に逃げてしまったハンニバルに対して押し切れるかどうかっていう戦いになってきますが、まあ、罪悪流血なんかをカウンターで食らってしまうのが痛く、まあ、状態性がない卑弥呼は HP 吸収得意なんですが流血つけられちゃうと、はい、こんな感じで徐々に HP が目減りしていって得意の混雑の単数による HP 吸収が発動できず反射で落ちてしまうというような結果となりました。はい、蛭子さんとの試合ですね。見てもらうと卑弥呼先手で殴っていきますが、さすがに6ターンの踏破状態の蛭子ちゃんには200万ぐらいしかダメージが出せず、はい、返すエビちゃんのスキル1で削られて一応生存しましたがスキル2範囲攻撃で弱く、はい、エビちゃんのスキル2で落とされて、まあ、ただ生後踏破なんかはダメージカット無視しておさわり防御無視ダメージエビちゃんに飛ばせるので相打ちとなりました。はい、この試合対マン戦なんでどれも卑弥呼の混雑の単数っていうのは普通の戦闘より少なくなっていて、まあ、こういう感じで相打ちにできるのでちゃんと6対6の人傷でやってる場合の乱戦の場合にはもっと殺傷力は高いですからね。一つでまあ鬼神の道の道連れダメージ実際の対マン戦なんかでも、まあ、一部キャラクターには通用しませんでしたが、MR 環境で全く通じないっていうわけではなく、一定の成果は出せるキャラクターなのかなっていうような評価になりますね。はい、知力値ベース防御無視攻撃が乗っかったのが大きかったと思います。はい、とってパッシブ見ていきましょう。はい、HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、平凡の値で、はい、知力値レベル ×360、この値は、はい、上から見ていってこの位置、はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、MR 基準の中でも高い位置に属しているキャラクターなのかなっていうところで、はい、知力値は十分。はい、体力レベル ×280、この値は、はい、こちらは上から見ていってちょっと下の方、この位置。で、さらに下の方はたくさんいて、まあ、これも MR 基準ということで、割としっかり体力は持っているキャラクターになります。はい、ただ、卑弥呼に関しては、防御貫通が固定値で1000と、砲術防御貫通も固定値で1000ということで、まあ、優秀なキャラクターによくある、レベル依存で上がっていくような、最終的に強くなるタイプの防御貫通は持っていないということで、まあ、同じ罪悪破行キャラクターの加納英徳ちゃんなんかが、レベル依存の砲術防御貫通を持っており、で、逆に防御貫通の方は持ってないんですが、まあ、破行で敵の防御力を下げることで、防御貫通みたいなことができるというところで、ここは手抜いて、砲術防御貫通だけを上げていくっていう、まあ、かなりしっかり考え抜かれたパラメータ調整されてるのに対して、まあ、卑弥呼の場合は、ちょっと運営さん雑だなと、こっちレベル依存にしてほしかったですね。はい、で、命中レベル ×260、この辺りは、はい、上から見ていって、はい、ちょっと下の方ですね。はい、この位置。で、さらに下見ていくとこんな感じということで、まあ大体真ん中ぐらいの位置づけとなります。はい、これも踏まえた一般戦闘なんかの評価は分析動画後編の方でやっていきたいと思いますので、もう少々お待ちください。さあ、そして会心値レベル ×400。今回 MR 暴かしたことについて、火力面ここがだいぶ助けてくれてますが、はい、上から見ていって、この位置。で、下見ていくとこんな感じということで、まあ MR 基準のこれも高い会心値がついていると言えると思います。はい、で、神髄共鳴スキルによるダメージカット、筋力値と攻撃力ベース防御無視攻撃を卑弥呼はカットできますが、はい、どちらも知力 ×2 倍とか、知力 ×3 倍とか、まあ、固定値のカットってことで、まあ、特に攻撃力ベース防御無視攻撃なんかが飛んできた時に簡単に沈んでしまうっていうところ、まあ、耐久面に関してはこの神髄共鳴スキルがあまり伸びなかったので、まあ、MR 環境で長期生存は厳しいキャラクターになりますね。はい、パッシブ見てみると今回卑弥呼耐久面がだいぶズタボロですね。はい、いっそのことを耐久上げないで暴走とかそういった攻撃力が上がるバフを積んでいって死亡時反撃の威力を上げていくっていう施策の方がいいかもしれません。はい、とつでいかがだったでしょうか。まあ、卑弥呼火力面においてはスキル1ダメージパーセントトップクラスのキャラクターになり、スキル2の範囲攻撃の方もうまくコンボが決まればトップクラスの範囲攻撃ができるキャラクターになるんですが、まあ、どちらも最大火力を出していくには混雑の単数を10ターンにしたり、まあ、スキル2の方なんかでは破行による受けるダメージを2倍のところまで上げなきゃいけないので非現実的だったりと、まあ、ロマンはあるんですが最大火力化まで達するには条件が厳しいかなっていうような印象。さらに、まあ、スキル1スキル2ともにですが敵が破行状態じゃない場合にしか攻撃力ベース防御無視攻撃が出せないとか、スキル2の方も敵が破行状態じゃないとダメージ倍にならないとか HP が 50% より高くないとセゴバフが剥がせないとか、はい、条件分岐が多すぎてコンボ成立が難しく安定稼働してくれないっていうところもだいぶネックですね。はい、おそらく登用したとして一番活躍できる場面は死亡時反撃の鬼神の道による攻撃力ベースと知力値ベース防御無視攻撃の道連れ攻撃になってくるキャラクターなのかなと。はい、ただそれも今の MR 環境だと神髄共鳴スキルである程度火力を殺されてしまうので卑弥呼 MR 暴かしましたがいまいち伸びきらなかったっていうような印象ですね。まあ、ただスキル1の連撃に関しては罪悪破行をつけながら連撃していくことで、はい、陣営の配置場所なんかによって混雑をしっかり稼げばスキル1暴れることができるので、ちょっと今回動画対人戦動画アップするか分かりませんが、もしアップするとしたら卑弥呼前衛の中列後列置きぐらいにして混雑溜めた状態でスキル1から暴れていくみたいな戦い方はやってみたいですね。はい、その火力であれば十分通用すると思うのでそういったところをやってみたいですが、混雑が伸びないと大体のスキルが腐ってしまうのでその扱いをうまくやるっていう必要があり、まあ、ちょっと中級者向けかなというところで、とりあえず分析動画の前編の感想としては、まあ、今まで卑弥呼を持っててで育成なんかもがっつりしていたっていう人向けのキャラクターっていったところでしょうか。はい、まだ虹の卑弥呼も持ってないような最近始めたばかりの人には強くはおすすめできないところですが、はい、この後後編の動画で一般戦闘やボス戦のパフォーマンスなんかも追加で見たり、あと白戦とか対人戦の総合評価やっていきますのでそこで意見が変わるかもしれないので後編の動画も楽しみにしていただければと思います。で後編までにまだ時間が少しありますので、この卑弥呼に対する質問だったり追加で調査してほしいことがあればこの動画のコメント欄に書いていただければ時間が間に合えば後編の動画で回答できるかもしれませんのでコメントの方もバシバシよろしくお願いいたします。はい、ということで取り急ぎグッドボタンを押していただければそれを横目にテンション上げて頑張っていきますのでグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それでは。